後半のゴールラッシュで勝負を決めた。現地3月13日、ウズベキスタンタシケントで開催中の U20 女子アジアカップは準決勝が行われ、U20 日本女子代表がオーストラリアと対戦。5位の解消を収め、北朝鮮が待つファイナルへと駒を進めた。シュート数42本対1本と圧倒した日本。とりわけ鮮やかなパスワークからもぎ取った3点目が見事だった。 流れるようなダイレクトパスを4本成功させ、最後は肘型マヤが狙いすましたショットでゴールをこじ開けたのだ。このファインゴールにアジアサッカー連盟、AFC の公式 X も即座に反応。極上のチームゴールが生まれた。麻也土屋がケーキに装飾、さらなる歓喜を加えたのだ、と絶賛した。現地16日に行われる決勝で日本は北朝鮮と CU を決する。 今大会のグループステージ第3戦で0-1と破れているだけに、ぜひともリベンジを果たしたいところだ。ちなみに u 20女子アジアカップで日本と北朝鮮が決勝で戦うのは4大会連続。過去3回は全て日本が勝利しており、4連覇がかかる大一番だ。